七味爆破、ヨタカそばへと沈むった。今日はヨタカそば。さあ、これどういう句ですか。ちょっと七味爆破なんですけど、やっぱちょっとこう七味をかけるときに蓋が緩かったりするものがあるという実体験の中から慌てて取ってしまったことを、ちょっと七味爆破っていう見方を僕はさせてもらって、その蓋が飛んでしまったそのそばのもう蓋というか風船どんどん沈んでしまっていくっていう、その瞬間をちょっと。なるほど。衛生名人どうですか。いや、私もね、七味爆破考えたんです。あら、これいいね。